さあ、ニューヨークの夫妻ですけども、この夫妻は何をするんでしょうか。夫妻ですね、佳子さまペルー訪問の途中で姉眞子さんとの再会を実現する。佳子さまがペルー行こうとしてるで、眞子さんと会うんじゃないかと言われてるわけです。眞子さんのフットワークだったら全然行けそうだなと思うわけですね。複雑性 PTSD は一体どこに行方不明になったんですか。宮内庁による別居公表で図らずも世間の目が集まることになりましたと。宮家の次女佳子さまの同行、海外ご公務に関しては、あれなんかもあって約4年にわたって実現していませんでしたが、いよいよ来月南米への訪問が予定されていると。これ注目点だなと思います。マコが一回南米行った時にニューヨーク寄ってますから、全然繰り返される可能性があるわけですよ。北米と南米という違いこそあるものの、このタイミングで米国ニューヨークで生活する姉、小室眞子との再会が想定されていて、宮内庁は対応検討中だというと。デイリー新潮も女性自身とかも、これをずっと言ってますからね。会うでしょうと、佳子さまと極秘密会するでしょって、極秘の意味って何なんでしょうってもうバレてますからね。佳子さまは2019年9月にオーストリアとハンガリーを訪問されてから海外ご訪問の、機会はありませんでしたと。しかし8月にもペルーご訪問が予定されていると担当記者が言っていると。今年日本とペルーは外交関係を樹立して150周年を迎える。これまではマコが中南米エリアの担当でした。実際2019年4月に日本人移住120周年のタイミングでボリビアと共にペルーを訪問。その前年には同じく移住110周年に絡んでブラジルを訪問してるんですね。日本の皇室関係者が来られたみたいな感じでね。それを家族間で回してるっていう。ある種、エイミアのご家族公務の海外版なのかなと思ったりします。で、乗り継ぎ便を利用と。厳密なものではないにせよ。だから同じとこ行くべきではないと思いますけどね。昭和天皇様というか、香淳皇太后様も、同じところではなくて、いろいろばらけて行かれられたっていう話がありますね。だから同じとこに行っちゃうと、特定の勢力と結びつく可能性がありますからね。だから宮家や皇族方には、国際親善相手の国やエリアが割り当てられているようだと。マコは中南米地域を担って、そういうところにしか相手されないんでしょうね。英国みたいなでっかい国は相手しないでしょう。現地訪問や日本開催の交流行事に臨んできたと。今年3月、佳子さまは中南米諸国との交流行事に出席されていて、佳子さまがマコさんから中南米担当を引き継がれたと見て良いように思いますと。8月21日には、秋篠宮利権がなんかあるんでしょう。ペルー外務省での記念行事など、日系移民に絡むイベントが複数予定されていると。ペルー訪問を前提にすると、その工程に注目が集まっているというと。秋篠宮といえば、日系人が出てきますよね。日系人といえば、やっぱり小室家、小室眞子でございますね。ニューヨークでも以前は支援されていたと。まあ、しかしながら、小室家と眞子がひどすぎて、もうかなり見捨てられていると。そういう状況になってしまっているわけです。日本からペルー行きの直行便は開設されておらず、乗り継ぎ便を利用することになりますと。基本的には米国のロサンゼルス、ヒューストン、アトランタなどで乗り換えて2万へ降り立つという旅路が想定されますから、途中で眞子さんとの再会ということが取り出さされている。ニューヨークだったら全然あり得るんじゃないですか。ジョン・F・ケネディ空港とか。ちなみに先日眞子さんのペリー訪問ではヒューストンを経由されていると。ヒューストンだったらちょっと遠いような気がしますけど、実際に米国で眞子さんと会うか否かはつかめてませんが、可能性としては当然あるでしょうと。最近載った新潮の写真ではどっかに出かける様子なんですよね。なんかフットワーク軽くなったなと思うわけで、小室眞子さんがちょっと小室佳代に似てきたなと。米国で眞子さんと会うか、それ自体は何ら非難や批判を受けることではないかと思いますと。いや、批判を受けるべきでしょ。だって佳子さま行くのは公務なんだから、その公務で眞子と会うのはどうなんですか。ただ宮家には依然厳しい視線を注ぐ向きもいると。それが大半ですけど、今回の宮内庁による別居公表の件もその影響と言っていいでしょうと。この公表についても様々な反応が見られていて、様々な反応というか、おかしいやろっていう意見しか僕は見てないんですけどね。それだけに通常なら微笑ましいはずの姉妹の再会について、様々なクレームが入ることへの警戒を宮内庁は隠さないという。もっと慎重さもどこぞ宮家に忖度せずに、もっとはっきり言ったらいいんじゃないですか。二人が会いたいのは間違いないでしょうし、その意思を示せば、対応を進めるのが宮内庁の仕事になります。ベターなのは二人が出会う場所がその近くで佳子さまの公務があることなんですけど、そううまくことが運ぶのか、いささか疑問に思いますと。どうやっても眞子さんに会うためにそこへ立ち寄ったのだろうとか、大して必要のない用事をあえて設定したのだろう
などといった批判を受ける可能性があるんでしょうと。批判を生じて堂々と正面突破することもあり得ますし、国民の声に配慮して面会が回避されることも十分あると思いますと。宮内庁にとって難易度の高いミッションが課されることになるだろうか。そういうご背景があります。そして身長が、新しい写真上がってまして、これがサメの写真でございます。えらい余裕あるな。のんきだなと。なんか、チンピラみたいな感じですね。小室真子さんと K さんが、旅行行ったらしいですよ。揃ってサングラスをかけてのお出かけと。捨てられることもなくなったんでしょうかね。少子はニューヨークでのお二人を幾度となくお見かけしてきたが、彼女のサングラス姿を目撃するのは初めてのことでした。これはね、佳代さんに本当に似てきたなと。こんな格好して恥ずかしい。ご夫妻は、この日はニューヨークフェリーに乗船されたと。同フェリーは、ニューヨークの足として使える交通機関であると。だからニューヨークにはまだいるんでしょうね。引っ越ししてないじゃん。さて、お姉様がニューヨークで自由気ままな生活を謳歌する一方、冒頭でご紹介した佳子様には、また問題が噴出したというと、未だ合格書にてお一人住まいを続けられる佳子様とは、もうずっとはもうよ、もう事実上の佳子内親王家誕生したと思いますよ。ご両親である英宮殿下と紀子様の間には、海より深い断絶が終わりのようで、で完璧パターンが、佳子様が結婚して皇族抜けられても、今後続けられることですね。これが完璧プラン。佳子様自体はもう皇族辞めたがってると思うんですよね。しかしながら、一般人になれながら、合格書っていう豪邸をもらいながら、バイトができて、それだったら佳子様も納得されるんじゃないのかなと思うんですね。佳子様非常にやる気出してるんですよ、今、公務に対して。これは、結婚後に向けたバイトの土壌を作ってるんじゃないのかなと。医者のバイトとかより高額だと思いますよ。医者のバイトも結構高いですけど、皇族のバイトなんて非常に高いと思います。1時間、秋篠宮がお手振りするぐらいで、100万ぐらいは全然ね、英宮にとったら柱がないかもしれませんけど、もらえる可能性はありますからね。その土壌を作ってるんじゃないんですかって、一般人もなれました。もしくは実質一般人みたいな自由のある皇族ですね。まあそれが今の英宮ですけどね。公務も公務と言いながら、それバイトでしょうと。ね、チャリンチャリバイトでしょ。それもできながら、家ももらい、警備、されながら、ある程度自由で、旦那と共に過ごせると。完璧じゃないですか。それを狙ってると思います。英宮ならやりかねないですよ。こういう話もあります。20年当初の予定価格は約25億円でしたが、4度の計画変更の末、9億円以上が加算されて、おー、ちゃんと書いてありますね。素晴らしいですね。最終的に、改修に34億円をかけた大豪邸となりましたと。理由は工事が進むにつれて、紀子様のリクエストが増えていった。特に金や大理石にはこだわれたと。で、メディア用に公表して、僕は思うんですけど、わざと金のところとか、大理石が使われてる、あれは元からですけども、秩父宮邸の部分を見してるんじゃないのかなって思うわけです。多分、金とか大理石がふんだんに使われてるのは資質部分なんじゃないんですか。34億円もあんな公民館みたいな見た目どこにかかってるんですか。だからキックバック中抜けか、もしくは資質部分にものすごいお金がかかってると思いますから、資質部分見せろよって思うわけですね。少なくとも玄関ぐらいは見せてほしいですね。どうします、金だらけだったら。紀子様は改善すべき点を細かくお伝えになっていたと言いますと、ただでさえ予算を大幅に上回る工事ですが、実は費用は34億円にとどまってはいないと。紀子様の、ご要望にはお答えなければいけないが、予算には限度があると。22年、11月30日付の変更契約調書には、施工段階検討による建物の使用勝手見直しに伴い、各移設を取りやめるという記述があると。佳子様の別居が正式に決まったのはこの時期だと推測されると。佳子様の別居によって、経費が削減された宮内庁は説明しましたと。しかし、実際は追加の工事が必要で、新たな契約を結ぶ必要があったんですと。経費削減どころか、国民の平均年収の5倍ほどの税金がさらに投入されたわけですと。工事がほぼ終わりかけているのに、引っ越しはしない、一緒に暮らしたくないと、主張された佳子様を、ご夫妻は止められなかったんでしょうと。親子関係がどれほど冷え切っているのかを物語っていますと。冷え切ってるとか言ってますけどね。最近はね、江守さんの発言もそうですけども、ある種、江守さんの発言は英明の発言だと思うんですよね。で、中は冷え切ってないですよって言ってるんですよね。それをそのまま信じるのはあれなんですけども、もしそうならば、本当に過去内親王家っていうか、まあそのプランなんだなっていうのが確定しちゃうけどもね、うん、親子断絶のために、まだ一人暮らししてるんだったらあれなんですけども、こっちの方が最悪ですからね、過去内親王家、工事プランの方が最悪ですからね。江守さんが意味わからない発言をしていて、一人暮らしをしてみたかったからみたいな発言をしてますよ。それはそうだと思いますよ。かなり計画された、かなり詐欺的
プランだと思いますし、もっとやばいことは隠れてるんじゃないのかな。この合格書の回収問題もそうですし、ベルサイユ宮殿もそうだし、赤坂東で選挙問題もそうだし、もっと奥にとんでもないものがあるんじゃないのかなと思ってますね。はい、以上です。それでは皆様、今週1月お疲れ様でした。ありがとうございました。じゃあね、バイバイ。